日本の路面電車一覧では日本に現存する路面電車の路線及びかつて存在した路面電車建設が計画されている路面電車について記す。日本以外の例については路面電車の走る街の一覧を参照。起動法に基づく路面電車を運行している事業者は下記の通りである。営業中の路線は下記の通りである。 鉄道事業法に基づく鉄道路線のうち路面電車車両により運行される路線および構造上の併用軌道区間が存在する路線は下記の通りである。2001年の国土交通省統合以前は鉄道線は運輸省、軌道線は建設省と担当省庁が異なっていたため線路は物理的に連続していても 鉄道線と軌道線の境界に責任の分解を明確に示す標識が設けられている。現在も鉄道線は鉄道事業法、軌道線は軌道法と根拠法令が異なるため両者の分解は明確化されている。国交省統合以後は世界的なライトレールの見直しもあり、両者の乗り入れのハードルは実質的に下がった形になる。 現在の私鉄の大部分が鉄道法制、軌道法制に則っ,って建設された経緯から、過去には本格的な鉄道路線でありながら、構造上の併用軌道区間が存在した。大手で比較的後年まで残った例としては、近畿日本鉄道奈良線や名古屋鉄道の犬山京都が挙げられる。しかし、いずれの場合も高密度ダイヤや高速運転の妨げとなったことから、 専用化が行われ、そのほとんどが解消され、現在は中小2社の2例を残すのみとなっている。路面電車路線網の廃止、縮小や、軌道線から鉄道線への転換が進み、軌道線と鉄道線の直通運転もその多くが消滅した。これにより、直通運転していた鉄道路線のほとんどが普通鉄道規格の車両による運行に統一されたが、 夏季の一例のみ、路面電車タイプの車両による運行が継続されている。日本における LRT、ライトレールとは、次世代型路面電車のこと。阪神電気鉄道かつて、都市間鉄道においても、軌道として建設された路線が多く存在した。1905年に開業した阪神電気鉄道が最初の例である。これは、当時施設鉄道を監督していた。 低新省鉄道局への免許申請が国有鉄道並行路線では難しい状況にあり、そのために内務省が監督する軌道として特許申請を行い建設しようとしたからである。最初の例となった阪神電鉄の場合、後に本線となる区間は大阪、芦屋、神戸などの市街地周辺にわずかな併用軌道があった。ところが多くの区間を 専用軌道として建設するというインターアーバン的な路線となり、さらに当時の軌道による制限速度である8マイル、字を大幅に無視して違法となる高速運転を行った。この結果、国鉄の客を多く奪うことに成功した。後には全線を専用軌道化してさらなるスピードアップも行っている。これに刺激される形で全国各地に同じような形で、 都市間鉄道が付設された。阪急電鉄の前身となる阪神急行電鉄に至っては昭和初期に軌道線のままで神戸線において表低速度時速7 8 0トルという高速走行を行う特急電車を運行した。この時に軌道として付設された路線の多くは後に鉄道へ改められている。現在も軌道法に基づいている。 軌道路線は下記に、太字で記す。前節の路面電車として開業後に、鉄道へ変更された路線を除く。名古屋鉄道岐阜市内線ありし日の、西鉄北九州線、日本の廃止鉄道路線一覧も参照。現在も他に営業中の軌道路線を持っている都市、事業者及び現存の軌道路線は太字で記す。ありし日の神戸市電。ありがとうございます。